何キャザさんもう撮れたの？早くないっすか？ちょっとまだオープニングとか撮ってないっすよ。はい、というわけでなし崩しで始まってまいりましたけども、夜食ハンター竹本明です。どうもよろしくお願いします。今日はですね、先ほどブルックトラウトという魚をね取りにね、北海道のね川に行ったんですけども、その帰り道にブルックトラウトを案内してくださった北海道水辺の会池さん、池です。どうもがニジマスもいるよみたいな感じで、まあいるがみたいな、ニジマスぐらいどこにでもいるがみたいなノリでご案内くださったポイントに来ております、はい、ここはニジマスがいっぱいいると。無限にいますね。無限にいるんだ。それをちょっとガサガサでね、はい、みんなで取っていきましょう。はい、了解です。ありがとうございますっていうオープニングをね撮りたかったのに、キャサさんがね空気も読まずなんかでかいの撮って、ほんとだ、大きいじゃん。やるぞ。副土壌いつ入ると。副土壌めちゃくちゃ入るんだけど笑っちゃうぐらい、一雨で副土壌のでかいのが10匹ぐらい入るまあ豊かな川ということですよね。すごい鮮やかに虹色ですね、まさに、うん、いい方に見えるけど、ここだと赤ちゃんなんですね。やば、マジジャングルなんだけど。ここもいるんすかね。おっとっとっと、あーちょっと深い。お、入った。ここだと赤ちゃんなんかもしれないですけど、35ぐらいのが入りました。ニジマスです。お疲れ様です。どうですか？結構取れました。あ、本当に。わお。こんな感じです。ジャボ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 してる。うわー、大きいのもいますね。これで42ぐらいですね。42ぐらい。でもこんな大きなニジマスがなんかいっぱいいるような川に見えないんですけど、ただの用水路ですね。用水路ですよね。なんでこんなにいるんですか？そもそもやっぱり水温が低いから。あ、やっぱそうなんですね。そうです。水温が低ければいる魚なんですよね。ニジマスっていうのは。そうです。水温さえ低ければかなり定着してしまう魚。どこにでも増えちゃうんで。へえ。そもそもの話として、はい、ニジマスって在来種だと思われがちですけど、はい、外来種ですよね。外来種ですね。アメリカ原産の外来種です。ですよね。本当はレインボートラウトって言うんですよね。それがこんなに増えちゃったのはなんでなんですか？もともとは釣り目的だったり、食用だったりで各地に放流されたんですけど、はい、まあやっぱ繁殖力がすごいので、一度放流しちゃうとどんどん広がっちゃって、はい、2024年現在でもいまだにニジマスの放流っていうのが各地で行われてるんで。あ、そうなんですね。どうしようもないぐらい広まっちゃってる魚ですね、北海道では。はい、食べて美味しい、釣って楽しい魚なんで。まあ放流されやすい魚ですね。なるほどな。北海道では本当にニジマス外来種だから、これは駆除しなきゃって思ってる人はほぼいないですね。はい、そうなのか。問題となっているのが、イトウと産卵期がかぶっちゃうので、あの日本最大のサケ科魚類のイトウが掘った穴をさらに掘り返しちゃうんですよ、ニジマスが。それで問題になってるのっていうのがありますね。なるほど。さっきのねブルックはまあもう放流はされてないし、まあ移植も禁止されているけども、だからまあ道内では特定外来生物に近い扱いを受けてるわけです、ブルックは。ニジマスはもう在来種の扱いを受けちゃってますもんね。そうですね。放流もいまだにされてますし。でもやっぱり在来生態系をまあ破壊する存在ではある。まあそれはそれとして、僕も1匹取れたんですよ。おめでとうございます。34センチぐらいのいいやつが。割と嬉しい。ハンターとしては嬉しい。取りやすい魚で、釣り人の気持ち分かりますよ。こんな取りやすい魚、いっぱいいたら嬉しいもん。なんていうか、理性を持たないと、やっぱり外来種問題っていうのは、理性と科学的なアプローチで考えないといけないから。そうですね。40分。すごい。わあ、ぶっと。女の子なんだ。さっき僕の足に当たったやつだろう。今ここで話してる時にゴンって当たったやつ。普通にいましたね。はい、というわけでですね、本日ね、4人で頑張りまして、この量のニジマスが取れました。でも頑張ったったってそんなになかったですよね。小1時間ですよね、まず。40分ぐらいやって、これもしかしてあんまり取れなかったなぐらいですか？全然取れてないですよね。そっか。いつもなら一人で来るぐらい。あ、マジっすか。まあ、北海道のなんていうこともない川に、こんなにニジマスがいるわけですね。40センチぐらいのが3本。ちょっと外来種問題として頭を悩ませてしまうところですが、まあニジマスというね食材がこんなにめっちゃ取れるっていうのは、ハンター的にはまあすごいちょっとテンションの上がる結果ではあります。ありがとうございます。どうやって食べようかな。まあちょっと生っぽい食べ方をしたい気持ちはあります。こんだけ大きいし。やっぱこんな鮭みたいな顔されるとね、私鮭ですみたいな顔されるとどうしてもね、そうやって食べたくなるので。あ、ちなみに、まあ、僕これ取ったんですけど、はい、今ちょっともらってもいいですか。どうぞ。やったーありがとうございます。 TK さんが取った大きいやつもちょっといただいて、持って帰って調理して食べたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それではハントしてまいりました。こちらのニジマスさばいていきたいと思います。ここ虹色でね、綺麗ですよね。しかし僕はこのニジマスをですね、ずっと取り扱いたかった、このチャンネルで。ニジマスって外来種なんですよ。レインボートラウトという魚の和訳なんですね。だからこの魚が当たり前に日本の川にいるっていう事態はダメなんですよ。ニジマスって一番有名な淡水魚じゃんって思った人も多いと思います。そうなんですよ。一番有名な淡水魚なんですよ。食用淡水魚として一番有名なの多分、アユかニジマスじゃない？でもそのニジマスが侵略的外来種だ。ニジマスは今、北海道に限らず全国どこの川でも自由に持ち運んでいいし、逃がしまくって良いことになっている。で、まあ皆さんもお気づきだと思いますけど、確かにほら、釣り堀で釣らせるじゃん。で釣り堀ってさ、日本の釣り堀のほとんどって自然の河川をさ、仕切っただけじゃん。あれさ、当然、水増えたら、逃げるじゃん。でそういった逃げ出した魚は、当然餌もらえないからどうする？在来の生き物を食べますよね。で、ニジマスに関しては、流れの中に住む魚だっていうのもあって、遊泳力が高くて、あと貪欲なので、何でも食べます。魚ももちろんのこと、甲殻類、エビ、カニ。で、あとは両生類、カエルとか。で、あと落ちてきた昆虫とかももう全部食べちゃうし、非常にですね、この魚貪欲なんですよ。この魚が生態系にもたらす悪影響っていうのはかなりでかい。北海道の川はこのニジマスのせいでかなりですね、元の姿を失ってる。だから本当にブラックバスと同じように駆除されてもおかしくない魚なんです。でもされない、なんでかっていうと、やっぱり釣って面白いからね、ニジマスは。繁殖が簡単で成長が早い。皆さんニジマス普段から食べてるんですよ。知ってました？皆さんが回転寿司で食べてるサーモンってこいつですよ。ニジマスですよ。海で養殖してるから、まあ寄生虫のリスクがないとかいろいろあるんだけど、まあ、ともかく海で養殖してでかくして出荷してるんですよ。だから皆さんニジマスよう食っとるわけですよ。なんですけども、そのまあ当たり前に食べてるニジマスが実は日本の環境においてはですね、かなり良くない外来生物で。でも、まあそうやって当たり前に食べられてる以上、ブラックバスみたいに法的な規制をすることはできない。これはもう無理です。現状を踏まえると無理です。っていう状況になってるわけですね。そういう意味では結構良くないよ。生態系にね、悪影響を与えてるって分かっておきながら、環境から放逐することが法的には難しいわけだから。ただ僕はするべきだと思う。で、釣り堀とかも前にね、ちょっと前に長良川の釣り堀でこのニジマスが大量に逃げ出して大変な問題になったことがあるんですけど、川と繋がってる釣り堀とかは、やっぱニジマス離しちゃダメだと思う。ニジマス離したいんなら陸に完全に隔離した、要はプールとかさ、ため池とかを使って、繋がってない、河川と繋がってない環境を作って、そこで、釣り堀としてね、まあ、この魚放流して釣らせるのは全然いいと思う。それ以外やるべきじゃない。あと、北海道の川に放流するのはやめた方がいい、絶対に。で、なんで放流するかっていうと、ニジマスがですね、漁業権魚種になってるんですね。で、漁業権魚種っていうのは、放流して増やす義務が漁協に課せられちゃうんですよ。だから、漁師さんも漁協もルールに従って話してるわけですよ。でもその状況良くないよ、本当に。ヤマメとかさ、そういう在来のさ、渓流魚、どんどんこの魚食べられてますよ。その事実をね、やっぱ知ってほしい。ニジマスは経済上欠かせない魚ではあるんだけど、ただ外来種問題、大きな外来種問題も引き起こしてる。ので、産業管理外来種というジャンルに分けられて、産業上必要な魚だからしょうがないけど、でも外来種として扱い気をつけなさいよってなってる。で、扱い気をつけてるか、気をつけてない。北海道の川にバンバン放流してる。それはやめるべきだっていう話をしたくて、このチャンネルで紹介したかった。まあ、それ一つあるんですけど、この時期にやりたかった理由も一つあって、キャサさんからニジマスもしかしたら卵持ってるかもよって言われたんですよ。まあ、どうかなって期待3割ぐらいでやったんだけど、さっきお腹開けたら、あった。まだちょっと小さめだけど、見てください。このあまりにも筋子なニジマスの卵。ほんと筋子ですよ。ザ・筋子。まあ、一匹ならあり得るかなって思ったけど、こっちも入ってた。筋子が。まあ、筋子が入ってるってことは、繁殖しようとしてるってことだから、やっぱダメだし、まあ、繁殖する前に駆除できたので、良かったなって思うんだけど、それはそれとして、これニジマス、筋子、食べられちゃうじゃん、みたいな、妨害の喜びが発生するわけですよ。ただ、まあ、今回、ハントした時にね、TK さん言ってたけど、ここの皮結構、そんなに綺麗な皮ではない。まず、匂いがどうかっていうのを確認しよう。スメルチェックいきます。5。ちょっと、こっちの方も見てみるね。ちょっとゲオい。ゲオスジコか思えば北海道の魚でややゲオなの初めてだな。ややとはいえゲオなの初めてだな。まあでも、やっぱりね、うわーゲオだ無理無理っていうんじゃなくて、川魚食べた時の皮の香りあるじゃん。あの、リバースメルが薄いんだけどあるみたいな感じ。こんなん僕が前に荒川の支流で釣ったニジマスと比べたら全然ね、100分の1ぐらいですよ。ちょっと改めてお腹の匂い嗅いでみます。まあ。うん、ゲオタ4弁ぐらいの皮臭さはあるな。うん。じゃあこれもどうやって食うかだけど、まあ卵が取れた以上、身を3枚におろして刺身みたいにして丼にしたさはある。あるが、まあ寄生虫のリスクがないのはブルックトラウトの時にお話をした通りです。まあその水質があんまり良くないところで取れたっていうのもあって、本当にただ生で食べるのは少しはばかられる部分もある。悩ましい。とりあえず3枚におろしてから考えようかな。そういえばまあ僕のツイッターの方をですね、ずっと追っかけてる、くださってる人だったら、僕がちょっと前にニジマスの件で少し炎上したのを覚えてらっしゃる方もいるかもしれない。まあ長良川でニジマスが大量に逃げ出した事件の時に、なんかそもそもニジマスなんてそんな大事にすべき魚か？同じ労力をかけて養殖するんだったら、在来のヤマメとか使った方が美味しいし、よくね？みたいな。ニジマスそんな大した味じゃなくね？みたいな話をしたら、まあ燃えた。あれはね、僕良くなかったのはやっぱり食材っていうのはそれをすごく愛して食べてる人がいるわけだから、それを、腐すようなやり方は良くなかった。言い方良くなかった。やっぱりそこで味を比べるんじゃなくて、やはりその生態系の話とかね、そういう風にすべきだったかな、とは思っています。で、まあ北海道ではね、やっぱりね、親しみを持ってる人は多いんじゃないかな。あとは、やっぱりこのね、魚愛してるといえば、富士宮市の、市の魚だっけな。ただね、それでちょっと問題が起こってるらしくて、富士宮とか、あの辺に結構ね、まあ、綺麗な湧き水があるんですけども、河川の上流域にこの魚を放しちゃうみたいな例があって、その結果、そこの、生態系がはちゃめちゃになってる。で、その、研究団体が苦言を呈してるんだけど、そもそも悪い魚と思ってないから、当たり前に放流しちゃうみたいなことがあって、だからさ、やっぱ良くないのは何かっていうと、やっぱり知らないことだと思う。僕もやっぱ釣り師の端くれですから、こういう面白いゲームフィッシュが、身近なところにいること自体の、その幸せっていうのは、まあ残念ながら分かってしまう。例えば僕が北海道に住んでたら、多分もうニジマスのルアー釣りをすると思う。で、バンバン釣ってバンバン食うけどさ、絶対に。だけど別にその自然界っていうのは釣り人のために存在しているわけではない。だから釣りのために、楽しさのためにね、あるいは親しまれてるっていうだけの理由で、何も考えずにどんどん放流するっていう行為はもうダメです。でもまだ間に合う。今、破壊をやめればね。そのためにはまず知ることがすごく大事だと思います。で、まあこんな感じでね、ご覧の通りね、その切り身は綺麗な、まさにサーモンピンク。まあピンクというほどじゃないけど、まあマスらしいオレンジ色です。ちょっとスメルチェックします。別に臭くないな。筋肉に関してはゲオスミン臭もないし、やっぱり内地のちょっとこう、ゲオい淡水魚慣れてるせいで全然臭く感じないな。TK さんとか多分、これでもちょっと匂うなって思うのかもしれないけど、僕はこれ全然いけるなと思うので、生で食べたいけど、生そのままだとね、少し気になる部分もあるので、これを締めようかな。まずね、薄く塩を当てる。締めて、淡水魚ってなんかしめ鯖スタイルで塩めっちゃ振ると、なんかしょっぱくなりすぎることが多い気がするので、まあちょっと薄塩、化粧塩とは言わないけど、この薄塩で、水分出たとこで、お酢かけて流して、筋目にしていこうと思います。あと、筋子の方はですね、ご覧の通り、日本酒と水を合わせたものに食塩を溶かしてます。食塩は、ちょっと強めです。10%ぐらいです。で、これにつけて、塩筋子を作ろうと思います。まあ、塩筋子にすることで、中の水分がですね、抜けて、それと同時に臭みもね、出てくれると思うんです。で、日本酒もかなり入っているので、それもやっぱり臭み消しになると思う。はい、それではですね、こちら、サバイターと、筋目にしておいたニジマスでございます。白くなってるけど、水分もね、抜けて、かなりいい感じなのではないでしょうか。では、皮を引いてみましょうか。意外と簡単か？なんならこれ手でいける説あるな。よっこいしょー。できたー。すごい油がテカってますね。うん。見て、すごく美味しそう。ほんのりサーモンピンクでさ、油が逆にこの辺まで、皮膚の結構下まで差し込んでる感じで美味しそうですね。ちょっと1個食べてみようか。さあ、美味しそうだけど、臭みが心配ですね。いただきます。うん。あ、大丈夫大丈夫。これは、生でいきましょうか。うん。もう中までキンキンに酢が入ってるので、もう、純粋な生っていうよりはもう、酢漬けに近いけど、まさかニジマスでこんなに美味しそうだなーって気分になると思わなかったな。どうやって料理するか。マスの寿司かな。富山のね、名物料理。富山駅の駅弁としてもね、非常に名高い。あれは、まあ、本マスこと、桜マス、ヤマメのね、公開型を使って作るんですけど、まあ、今回せっかくなんでこのニジマスでね、マスの寿司を作ってみようかなと。自分で取った一回り小さいやつも、筋目にしておいたんですけど、これもまあ小さい割には色がしっかりしていて美味しそうな気もするんだよな。皮ごと食べたらどうなのかな。さすがに皮はちょっと臭いかな。環境による臭みっていうのは皮下脂肪のとこにたまるんですけど、で全然臭くなかったんだよね。だからもしかしたら皮面もそんなに臭くないかもっていう気がちょっとしてて、この鉄板の上でバーナーで炙ってみましょう。締めてから炙るのって思うかもしれないけど、まあ炙りしめ鯖とかね、最近ありますからね、似たような感じかなと思います。皮柔らかいな。いただきます。問題なし。あ、うまいな。このサイズでも皮の下にめちゃくちゃ脂乗ってる。すごいな。美味しいじゃん。北海道のニジマスうまっ。最初から北海道のニジマスを食べてたらあんまり僕もニジマスアンチにならなかったかな。まあ、アンチだろうがなんだろうが、食べる上ではね、公平でないとね。あとまあ、この話もやっぱしとかなきゃいけないと思うんだけど、ニジマスってこう、日本の養殖業界においてはかなり救世主に近い存在というか、まあ、今相当、このニジマスあるいは銀鮭という魚にですね、養殖業界支えられてる現状があります。このマスの仲間って、生育が早い。あと、餌の効率がすごく良いということが知られてまして、同じ量の餌を食べさせても、ブリとかタイとかと比べてより大きくなるっていう事実があるんですね。残念ながら養殖ってあんまり持続可能性の高い行為じゃないんですよ。餌の小魚をペルーを中心とした海外から輸入しまくってるんですよ。その魚がすごい減っちゃってるの今。で、値段も乱高下してね。だからさ、養殖魚なのにブリ高くない最近。あれは、その、ペルーで取れる小魚の量がすごい減っちゃってるからなんですよ。養殖って全然環境に良くないの。普通にやったら。それで言うと、まあ、こうニジマスだったり、銀鮭だったり、その鮭の仲間っていうのは、すごく大きくなりやすい。養殖の魚種をどんどんこの鮭マスの仲間に切り替えていくっていう、動きは、まあ、ちょっとあるっぽいですね。そういう意味で救世主でもある。はい、そうこうしてるうちにご飯が炊けました。で、これを酢飯にして、で、こいつを乗せていきます。実はうち今炊飯器がなくてですね、ずっとフライパンとか鍋で炊いてるんですけど、結構炊くのうまくなった。さて、こっちにも、オレンジビネガー、塩酢を使っていきます。米騒動がさくれたやつなんだけど、超便利。あと、もしかしたらこの酢を使ったのがニジマスにとってすごく良いかもしれないなって今ふと思って、柑橘って結構魚の臭み消すんですよね。冷めるとこのテカリが出てくるのがいいよね。で、マスの寿司といえば、敷いてある笹だと思うんですよ、個人的には。なので笹取ってきました。ただ本当は巨大な熊笹を使いたかった。これは普通の笹っていうか多分これ竹だな。で、そもそもお寿司になぜ笹を敷いたかっていうと、笹とか竹には殺菌作用があったからです。そういう抗菌成分を含んでいるんですね。全部敷き詰めるのはこれ無理だな。気分ね。気分の問題ですよ。こんなのは。完全に今笹いらないだろう的な空気が視聴者さんの間を支配しているのがわかる。わかるが、こういうのは気分が大事なのです。いや、無理、だるい。下にじゃなくて、こう、上に敷く。とりあえずご飯を、まず薄く敷きますよと。ここにねじ込むというか、笹をぐっと差し込んでだね。ニジマス乗せた後、この刃を上からペタンとこう倒し込むことで、なんかそれっぽい見た目にしようって、そういうこすい技をだな。やろうと思ったのだよ。うまくいかない気配しかしねえ。けどいいです。押し寿司なのでね、結構、ぎゅーっと押し込まんと。ますの寿司はですね、あんまり綺麗に並べるっていうよりも、ぎっしり並べることの方が重要かなというのは思います。ね、皆さんも見たことあるでしょう。駅弁のますの寿司。ぎっしり詰まってるもんね。どうせ押し寿司だしね、形っていうのは多少崩れますから、押すことで。なんとなく、やっぱ刺さるとそれっぽくなるな。あとできれば平らな板を使ってね、こう均一にグッと押したいものでございます。残念ながらそういう、これにぴったり合うような均一な平らなものがうちにはなくてですね、もう手でいくしかないんですけど。はい。じゃあこれ少し冷蔵庫でなじませます。さて、お寿司がね、仕込めたところで、こいつも用意したいなと思うんですけども、じゃん。そうです。ニジマスの筋子です。醤油だれにつけておりました。上質な筋子になっているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。お、なんかほぐしてると急にイクラの香りしてきた。金色味がある。じゃじゃん。ニジマスのゴールデンイクラでございます。はい。というわけで、冷やしまして完成しました。ニジマスのマスの寿司ですね。はい、できたー。どう取り出すかね、これ。シフォンケーキ取り出すやつ使うか。ほら、いけー！あ、いった！おじゃい！せーの、じゃーん！できたー！はい、というわけで完成しました。北海道で、ガサガサで取ってきたニジマスで作ったマスの寿司でございます。美味しそう！マスの寿司。ニジマス版いただきたいと思います。うまいこれうまいですね。柔らかくて、で旨味が強いというか、水分が適度に抜けてねとっとした食感の中に、その噛みしめるとすし酢の甘さとニジマス由来の旨味、あと脂のとろっとした美味しさ、これも感じられますね。あとやっぱ酒か独特のね、皆さんもサーモンのお寿司、回転寿司屋さんとかで食べたことあると思うんですけど、やっぱサーモンって独特の香りあるじゃないですか。それがね、しっかりある。ので美味しい。で、市販のマスの寿司ほどカチンカチンに漬け込んでないんですよ。なので、このねっとりとした身の食感が残っていて、これがすごくいい。市販のが悪いってわけじゃないんですよ。あれは駅弁とかね、持ち運ぶことを前提とした保存食でもあるから、カチカチに酢で締めて押し込んでるわけだけど、すぐ作ってすぐ食べれるっていう、この自作のやつで言うと、やっぱこうやって柔らかく作った方が食べやすくて美味しさが感じられるというか、酸っぱくないしね。皮付きの方も。皮付きの方がうまいな、なんなら。臭みが全然ないね。あと地味にやっぱこう冷やしてるっていうのが大事かな。ギュッと押した後冷蔵庫でしっかり冷やしてるので、もし万一匂いが残ってたとしても、お酢の香りにこうカバーされて全然感じられない。いやー、美味しいですね。これは美味しいわ。なるほどね。北海道のニジマスは美味しい。でもこの美味しいっていうのがやっぱ複雑な気持ちになりますよね。彼らが美味しいってことはそれだけ在来種を腹いっぱい食った。それこそヤマメとか腹いっぱい食ってるに違いないわけですよ。それがやっぱ複雑よな。正直めちゃくちゃうまい。皿一皿ペロッといくわ、これ。うまいな。よし。ちょっとあんまりうまかったんでおかわりしてきたんですけど。そうです。イクラです。ニジマスの黄金イクラをちょっと乗せてみました。うひょー、いただきます。うん。ちょっとイクラ単体で食べてみるね。うんうん。イクラの味はするけど、結構生臭いな。うん。寿司に乗せるとアクセントには十分なるんだけど、歯応えもプチプチしてるし。なくても、まあいいかぐらいな。あ、でもね、この歯応えの不思議さは結構特筆すべきものがあって、イクラととびっこの中間みたいなのが歯応えなんですよ。なので、例えば一回酒と塩でかっちりつけて、で、それからまあ水にさらして抜いて塩を。で、それからちょっとこう熟成させてあげたりしたら生臭みが抜けていい感じになるような気もしなくもないな。うん。あとは単純に生臭いけど酢飯と合うと悪くない。まあいいんじゃないですかね、これもね。北海道でニジマスっていう魚がめちゃくちゃこう愛されていて、釣りも盛んに行われるし、放流も盛んに行われているっていうのは、まあ、気持ちとしてはやっぱ分かってしまう部分もある。この魚がいっぱいいたらいいなって思う感覚も分かる。けどそれやっぱダメなことです。多様性を失わせます。ニジマスが一種いなくなることで他の美味しい魚が何十種も増えるっていう可能性も全然あるわけで、多様性を失うっていうのはそういうことなんですよ。ニジマスってね、やはりね、北海道の川からね、いなくなれというのはまあ難しいでしょう。もうこの状態で。ただ、今後も増やし続ける努力をするような必要はないと思ってます。で、実際ニジマスを増やすのをやめましょうねってなった川っていっぱいあるんですよ、実は。まずは、放流をやめましょう。とてもいい魚だけど、放流して増やすべき魚ではないです。北海道の皆さんもぜひ理解してほしい。あと今後気になるところがあるとしたら、まあそのニジマスたちっていうのは基本的に川に放流されて川で大きくなるわけですけども、で、川で産卵をする。わけなんですけども、その海に下る奴らがいる可能性っていうのはある。それがどんな味になるのかっていうのを一つ知りたいですね。チャンスがあればね、海に下ったと思われるニジマスを食べてみたいなっていうのはあります。まあ日本で発見されるのはあんまり望ましくないけど。まあそんなわけでね、北海道の川でガサガサで取れたニジマス、ね、美味しく食べることができてよかったかなと思います。まあ、ニジマス自体ね、減っていくべきだと思いますし、そういう意味では駆除にも貢献できた。それも良かったかなというふうに思います。それでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。